どうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今まさにねお盆休みということで、おじいちゃんおばあちゃん家とかね、実家にね帰省される方とかもたくさんいると思います。普段なかなか会うことができない地元の友達とかいとことかがね集まって、まあ、家族の時間がねたくさん取れるこういう時期だからこそ、みんなでねぜひ楽しんでもらえる、そんなゲームをね今回紹介していきたいと思います。ということで今回はお盆休みに遊べて本当に面白いスマホゲーム10選を紹介していきたいと思います。今回紹介するスマホゲームはダウンロードからプレイまで全て無料になります。説明欄にダウンロードリンクが書いてありますので、少しでもね面白そうなゲームがあったらぜひねダウンロードして遊んでみてください。それでは始めていきましょう。まず最初に紹介するのはトムとジェリーチェイスチェイスになります。トムとジェリーチェイスチェイスは荒野行動を作った会社ネットイースが手掛けるスマホゲームです。ネットイースはすでに大人気のスマホ鬼ごっこゲームアイデンティティ5第五人格や今後配信予定のデッドバイデイライトモバイルを運営する会社です。さらにトムとジェリーチェイスチェイスが加わるということで、スマホ鬼ごっこゲームを3タイトル取り扱うということで、もうスマホゲームの鬼ごっこに関してはスペシャリストの会社と言ってもいいんじゃないかなと思います。今回のこちらのゲームはデッドバイデイライトほどグロくなくて、第五人格デッドバイデイライトよりもより一層簡単に鬼ごっこゲームが楽しめれるということで、子供の方やこれまでゲームが複雑で遊べなかったっていう人も、今回のこちらのゲームはシンプル操作なので複雑なゲームで敬遠していた方もぜひこの機会にこのゲームチェックしてほしいなと思います。それではゲームの特徴を見ていきましょう。ゲームの見どころ、一つ目はゲーム性で日本国内で大人気のアイデンティティ5第五人格をさらに簡易的に作った新たなスマホ鬼ごっこゲームです。そのため子供から大人まで幅広い年齢層の方が遊べます。さらにトムとジェリーがモチーフなので男女関係なしに遊べます。またゲームはワンプレイ8分間で4対1のカジュアル鬼ごっこバトルが特徴です。ゲームの見どころ2つ目は世界観で、アニメでおなじみのキャラクターと画風が忠実に再現されています。トムとジェリー以外にもニブルスやイナズマ、ブッチなど多数の懐かしのキャラクターでプレイできます。ゲームの見どころ3つ目は多彩なモードで、ゲーム内には多数のゲームモードが搭載されています。ワクワクする花火大作戦、時間が勝負のビーチバレー、協力試合のチーム作戦、反射神経を鍛えるクローン大作戦など日替わりモードで毎日ゲームに飽きることなく遊べます。次に紹介するのは荒野行動になります。荒野行動は2017年に配信されたゲームで、この当時はモンストやパズドラやツムツムなどタップやスクロールを使ったゲームが主流でした。今回紹介する荒野行動が配信されたことによって、スマホゲームの概念を大きく変えたゲームと言ってもいいと思います。荒野行動はスマホゲームのバトロワ界では一番最初に配信されたゲームで、絶大な人気を誇る100人バトロワゲームです。元ジャニーズの手越優也さんや元 AKB の指原リノさんや多くの芸能人の方がプレイするなど、さらにはエヴァンゲリオンや進撃の巨人や銀魂などたくさんのコラボをするなど、日本国内でもかなり知名度があるゲームだと思います。今更ですがこれからプレイする方もいると思うので、今回は改めてこちらのゲームの魅力を紹介します。ゲームの見どころ一つ目は王道のバトロワで、100人のプレイヤーが無人島などのステージで最後の一人になるまで戦います。武器はフィールドにあるものを拾い、一定時間ごとにステージが狭まる中、周りはみんな敵です。そんなスリルをお手元のスマホで楽しめます。ゲームの見どころ2つ目は多彩なゲームモードで、1人で戦うソロ、2人でチームを組むデュオ、3人から4人チームのスクワット、最大5人チームのクインテットなどの遊び方を自由に選択できます。1人の力で孤高に戦ったり、友達や仲間のチームワークで戦ったりなど、楽しみ方は様々です。ゲームの見どころ3つ目は他作品とのコラボで、エヴァンゲリオンや進撃の巨人など定期的に有名な作品とのコラボが開催されます。コラボイベントではコラボ作品をモチーフとした期間限定モードが搭載されます。期間限定搭載モードでは荒野行動のゲームとは全く違った視点でのゲームが楽しめれるので、そこも最大の魅力です。さらに期間限定スキンを入手することができます。今後も様々な作品とコラボすると思われるので要チェックです。次に紹介するのはプロテニス対戦になります。本作はですね、全ての年齢層が楽しめれる本格的なテニスゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、誰でも簡単操作で本格的なテニスを楽しめます。ラケット操作はシンプルで直感的なスワイプとタッチ操作でですね、
本当にね超簡単な操作と縦画面のゲームなのでね気軽に片手で遊べます。続いてですね全国の友達と一緒にリアルタイムのオンライン対戦が楽しめます。リアルタイムのシングル戦のみになるんですけども1対1のガチ勝負ができます。全世界のプレイヤーとマッチングが早くてですねさらにですねプレイヤーによってプレイスタイルが違うのでソロプレイで遊ぶのも楽しいです。またですね近くの友達や家族だったり全国のプレイヤーたちとワイワイ遊んでみてください。それ以外にもですね自分だけのテニスプレイヤーを作れます。こちらはですね単純にテニスを遊べるだけでなくてですね使用するキャラクターやラケットやシューズなど多彩な細かい設定でね選手のステータスを変更できます。プレイヤーによってねプレイスタイルが違うのでいつまでもついついね遊んでしまいます。次に紹介するのは原神になります。本作はアニメのような超高画質の 3D 画質と無限に広がるオープンワールドを冒険できる新世代オープンワールド型アクション RPG ゲームです。2020年にリリースされ短い期間で Apple ベスト iPhone ゲームや Google プレイベストゲームなど数々の賞を受賞しています。そんな本作どのようなゲームかというと本作はですね波乱万丈の冒険の旅が遊べます。超高画質の山々や川美しい背景の中でね無限に広がる広大な世界を自由に冒険することができます。本当にねソロプレイでも没入感を味わえますね。続いてですね7つの元素を駆使した戦闘が楽しめます。風、炎、雷、水、氷、草、岩の7つの元素が存在しててですね元素を組み合わせることでね強力な力を生み出すことができますね。例えば水と炎で蒸発させたり雷と水で感電させたりね多彩な戦闘も楽しめます。それ以外にもですね本格的なマルチプレイが楽しめます。ソロプレイで楽しむ以外にもねフレンドを招待して友達と協力して遊べるマルチプレイもありますね。別ハードのプレステ4 PC 間でマルチプレイが可能なのでねたくさんの友達と一緒に遊んでみてください。次に紹介するのはバーチャルテーブルテニスになります。本作はですね直感的操作で誰でも簡単に楽しめれる卓球ゲームアプリです。そんな本作どのようなゲームかというと本作はですね誰でも簡単操作で本格的な卓球を楽しめます。こちらはですね 3D の画面のフリック操作で卓球ラケットを振り回せれる簡単操作ですね。片手でも遊べれる簡単操作でね誰でも手軽に卓球が楽しめます。シンプルなだけじゃなくてですねネットインや飛んでくる打球のコースを読んでね戦略とテクニックで卓球が楽しめてね奥深さも充実しています。プレイヤーの操作は反応、速度、強さによってね、打球が多彩に変化します。続いてですね、全国の友達と一緒にオンライン対戦が楽しめます。もちろんオフラインのソロプレイも遊べるんですけども、インターネットや Bluetooth 経由で1対1のリアルタイムでプレイヤー対戦ができます。それ以外にもですね、自分だけのプレイスタイルで卓球が遊べます。パワー、コントロール、スピンの値が異なる5種類のラケットがあってですね使用するラケットによって打球が変化したりねプレイスタイルが大きく変えることができます。本当にね本格的な卓球が遊べます。次に紹介するのはスタンブルガイズになります。本作はですね最大32人のプレイヤーでギミックあふれる空中アスレチックコースを落下しないようにしながら競い合うオンライン障害物レースゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと本作はですね14種類の豊富なギミックステージが楽しめます。ゲームはシンプルな落下したら終わりのレースゲームなんですけどもステージごとに多彩なギミックと障害物が多く配置されています。またですね多くのステージがあるので飽きることなく遊べます。続いてですね多彩スキンやエモートが楽しめます。多彩なスキンやエモートを組み合わせることによってね自分だけのキャラクターを作ることができます。それ以外にもですね友達と一緒に遊べます。もちろんこちらスタンブルガイズはですねソロプレイでも遊べるんですけども友達とパーティーを組んで一緒に遊ぶこともできます。次に紹介するのはアークモバイルになります。本作はですね全世界1000万人以上が遊んでいるアークシリーズのスマホアプリ版でね恐竜と一緒にクロス島でサバイバルが楽しめれるオープンワールド型恐竜サバイバルアクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというとアークシリーズ初の無料で遊べます。一般的に遊ばれている PC とプレステ4版は有料になるんですけどもこちらのスマホアプリ版は無料で遊べます。有料版の PC とプレステ4版と比べてですね建築物の制限や恐竜の
獲できる数に制限があるんですけども、ほとんどのシステムや機能が使用できるので十分がっつり遊べます。続いてですね、スマホアプリ版のプレイヤー限定になるんですけども、ソロプレイ以外にもですね、マルチプレイでお友達とチームを組んで一緒に協力してサバイバルを楽しめます。それ以外にもですね、多彩な恐竜を捕獲したり育成してサバイバルを楽しめます。こちらはですね、80種類以上の恐竜たちが生息しててですね、プレイヤーは捕獲した恐竜をペットにして飼育することができます。次に紹介するのはマリオカートツアーになります。マリオカートツアーは任天堂の名作であるマリオカートシリーズを題材にしたゲームで、本作は無料で遊べるモバイル向けにアレンジしたレースゲームです。ゲームの見どころ、一つ目は無料で遊べるマリオカートで、これまで家庭用ゲーム機で大人気の名作のマリオカートシリーズは全て有料ソフトでした。本作は前作の内容も楽しめるにもかかわらず無料で遊ぶことができます。ゲームの見どころ2つ目はみんなで遊べるマルチプレイで、マリオカートツアーで登録しているフレンドや近くにいる人と最大8人で一緒に遊ぶことができます。また世界中のプレイヤーと共に白熱した真剣勝負を楽しむこともできます。個人戦やチーム戦、マシンの速さ、アイテムスロットの個数など多彩なルールでマルチプレイも遊びましょう。ゲームの見どころ3つ目は世界中を旅するマリオカートで、2週間ごとに開催されるツアーで世界を旅しましょう。ツアーでは前作シリーズおなじみのコースでも遊べます。また今までのマリオカートシリーズに登場したキャラクターたちに加えて、旅先にちなんだ姿のキャラクターも登場します。次に紹介するのはポケモン GO になります。本作は世界のゲーム業界に革命をもたらした架空世界と現実世界を融合させた AR ゲームです。2016年にリリースされ、累計ダウンロード数が10億回以上を超えててですね、数々の賞を受賞しています。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、リアル世界でポケモンと一緒に遊べます。スマホを通すとね、フィールドマップ上にポケモンが現れてですね、画面をタップするとポケモンと遭遇します。スワイプし画面上のモンスターボールをポケモンに投げることでね、捕まえることが可能です。ポケモンはね、ボールから出たり逃げてしまったりすることもあります。動きをよく見てボールを投げましょう。続いてですね、ポケモンの醍醐味である強化や進化要素が楽しめます。強化は星の砂とポケモンの飴を使うことでね、強化が可能です。進化可能のポケモンにはね、ポケモンの飴を使って進化させることができますね。たくさんのポケモンを捕まえたり進化させたりね、ポケモン図鑑を完成させる遊び方もできます。それ以外にもですね、育てたポケモンでバトルが楽しめます。4種類のバトルモードがあってですね、別チームのプレイヤーがポケモンを配置しているジムでバトルができるジムバトルだったり、他のプレイヤーと一緒に協力して戦えるレイドバトルや、友達と対戦できるトレーナーバトル、悪の組織ロケット団とバトルができるゴーロケット団など、多彩なバトルが遊べます。最後に紹介するのはパワプロアプリになります。本作はですね、いつでもどこでも選手育成ができる超人気野球ゲームです。コナミの名作ゲームパワプロがアプリゲームになって登場しました。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、無料でパワプロが遊べます。もちろん課金要素もあるんですけども、全てのモードが無料で十分遊べます。育成や試合に必要なアイテムやパワーストーンはですね、毎日のログインボーナスだったり、特定の課題を達成するチャレンジのクリア報酬だったり、様々なイベントやキャンペーンでね、獲得できますね。本当にね、無料で毎日遊べるのでね、野球が好きな方はぜひ遊んでほしいです。続いてですね、本格的なサクセスモードが遊べます。家庭用ゲーム実況パワフルプロ野球シリーズでおなじみの野球選手育成モードサクセスがスマホアプリ版でもがっつり遊べます。ストーリーを楽しみながらオリジナル選手を育成してですね、試合で自走車することができます。それ以外にもですね、多彩なシナリオを遊べます。人気野球漫画ダイヤのエースメジャー逆境9とのコラボをしててですね、定期的にね、期間限定のサクセスモードが遊べるのでね、飽きることなく遊べると思います。こんな感じでね、今日はお盆休みに遊べて本当に面白いスマホゲーム10選を紹介しました。少しでもね、参考になれれば幸いです。今回ね、紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのね、面白いおすすめのスマホゲームがあればぜひね、コメント欄で教えてください。こちらのチャンネルは暇つぶしに遊べれるスマホゲームから、長期休みにがっつり遊べるスマホゲームまで、スマホゲームをたくさん紹介しています。またですね、公式 LINE ではスマホゲームのね、お得情報を定期的にプレゼントしているので、もしよかったらね、公式 LINE も登録してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。
side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know